じゃあ皆さん、お集まりいただきありがとうございます。すいませんね、本当に集まっていただいて忙しい中ありがとうございます。いや、ね、全国民がね、みんなのこのプレーに感動してたと思うんですけど、まあ、WBC 帰ってきて、ね、本当にすごい重圧の中でやったと思うんですけども、一言まずね、振り返ってこの順番で、年齢順にしますね、ちゃんと年齢順で言っていただければ、はい、お願いします。いや、本当にこれカメラ目線どう見てる？いや、いいよ、もう、誰に言うの？誰にね、もうじゃあ、カメラ、あ、いやいや、宮さんに言うの？あ、そうしようか、じゃあ、宮さんに、はい、そうしようか、そうしよう、うん、確かにね。本当にこう、素晴らしいチームの中で、こう、世界一を取ることができて、本当良かったですし、日本からもたくさん応援していただいたっていうのは、すごく、僕らアメリカにいても伝わってたので、ありがたかったですし、とにかく、結果報告ができてよかったです。はい、山田選手。はい、まあ、たくさんの人に応援されて、まあ、試合終わった後も、まあ、LINE 確認したら、まあ、たくさん、みんなおめでとうとか感動したよとか、ありがとうとか、そういう言葉をかけてもらって、僕たちがなんかすごいみんなにありがとうっていうのを伝えたかったですし、またやってる僕らもすごい感動しましたし、改めて野球っていいスポーツだなと思わせてくれるような、WBC でもあったので、本当にいろんな面で、感謝してますし、本当にいい大会だったなと思ってます。ありがとうございます。高橋選手。はい、まずはこうやって世界一の報告ができることすごく嬉しく思ってます。その中でまた僕も皆さんと一緒になるんですけど、まあ、野球の楽しさっていうのがまた改めて、感じることができましたし、また同じチームでメジャーリーガーの大谷選手だったり、ダルビッシュ選手だったり、まあ、そういう人らと一緒に野球ができて、また僕たちもいろいろ経験して学べることもいっぱいありましたし、まあ、そういったところを今シーズン、やっていきたいなと思います。村上選手。そうですね、まあ、本当に今まで経験したことないようなこう復旧所の雰囲気だったり、まあ、東京ドームもそうですけど、特にアメリカの球場で、やった時のこのアウェー感というか、まあ、その中でも本当にこうチームジャパンとして、日の丸の誇りを背負って、自信を持ちながらこうプレーできたっていうところが本当に僕らのこうこれからのプラスになると思いますし、またさらにこう日本の野球のレベルの高さっていうのを、世界に見せつけれたんで、これからももっともっと頑張って、3年後の WBC に向けて、また頑張ろうという、思いになってます。ありがとうございます。じゃあまあね、いろいろこう1ヶ月ちょっと侍ジャパンとしてやってきて、いろいろあったと思うんですよ、ね、でなんか誰かから言われて印象に残ってる言葉であったり、まあ、こんなシーンがあったんですみたいなのがあれば、一人一人ちょっとダルビッシュさんがこれ言われてた言葉なんですけど、ちょうどなんか野手会かななんかで言ってたんですけど、なんかその今に集中みたいな、もう過去のことも振り返らない、未来のことも考えない、とにかく今に集中するっていうことはすごく大事にしてるっていうことを聞いて、やっぱ僕もリードしててこう引きずってしまったりとか、次打たれたらどうしようかなとかって思うことじゃなくて、この1球にどういうフォーカスをしていくのかっていうのはすごく自分からしても勉強になりましたし、やっぱそういうのは大事なんだなっていう、まあ、メンタルの持ちようですよね。それが大事っていうのはやっぱあのメジャーでも活躍されてる中でも思われてることなんで、それ思いました。え野手会っす。野手会ね。野手会だよね。あ、違うんだね。じゃああれだよ。野手会。あ、野手会。野手会。野手会だ。野手会。カラカラ。カラカラ。カラカラ。そうそうそう。テスト一緒にね。そうそう。テストとか多分聞いてくれたもん。そうそう。なんか。じゃあ、翼もそのあれがやっぱ残ってる思い。残ってますね。瞑想するとか言ってましたね。ああ、言ってた。瞑想する。ダルビッシュ。手を膝に置いてね。人面を感じるらしいです。YouTube でさ、瞑想って調べたよ。瞑想の仕方。瞑想の仕方。どうすんのかな。じゃあ、高橋投手、村上選手なんかありますか？なんかこう、思い残ってる言葉とか、この人にかけられて、こう言葉が思い残ってる。いや、言葉っていうよりかは、まあ、僕もそのキャッチボールとか一緒にキャンプ中にしてもらって、ダルビッシュさんに、はい、まあ、その時とかに、まあ、変化球とか教えてもらって、なんか今までにない感覚っていうか、この腕の振りとか、この角度位置とか、そういうところで僕あんまり気を知ってなかったんですけど、そういったところからこうなんか投げる変化球ってなんかすごい難しくて、まあ、今それを頑張って投げてるんですけど、
すごい感覚で投げてるんだなっていうことは思いました。僕はそうですね、やっぱりメキシコ戦で9回ノーアウト1・2塁で僕がネクストにいるときに、やっぱりそのベンチの雰囲気も感じてましたし、代打番とか出るんじゃないかとかすごい感じてたんですけど、その白石コーチが僕のところに来て、宗監督が主に任せたって言ってるっていう、本当にあのシーンはすごい本当に印象に残ってるというか、もう忘れられないなっていう、あの時でまたもう一回スイッチがパッと入れたんで、あの言葉は本当に救われましたし、忘れられないですね。でも正直苦しかったですか？そうですね、まあ、あの試合も3三振してるんで、うん、全く歩きしなかったんで、でもあそこで本当になんか、その前の打席もちょっと感覚も良くて、その次の打席だったんで、そのまたもう一個気持ちも入ったんで、良かったです。でも僕もテレビ見てましたけど、はい、でも村上ってこういうところに回ってくる選手なんだなって思って、ね、まあ、それで打った方にはもうものすごいんですけど、ね、こういうところに回ってくる選手なんだなということをつくづくね。前のバッターがやっぱもう出塁めっちゃしてくれるんで。じゃあちょっと一人一人聞いていきたいんですけど、山田選手、強化試合はなかなか結果が出ずに苦しかったんですけど、はいはい、この初戦でね、1本出て、その試合3位かも見てましたけど、はい、やっぱり正直気持ちの面では、ホッとしたところとかはあったりしますか？まあ、ちょっとだけですかね。うん、やっぱりその正直、ね、強化試合は強化試合ですから、はい、まあ、引きずらずに多分やってるんだろうなと思っていたんですけど、はい、そんなことは。そうですね、まあ、沖縄のスワローズでいう沖縄のキャンプから、うん、この宮崎キャンプ行って、うん、強化試合って入ったんですけど、もうだんだんバッティングが良くなっていったっていうか、うん、自分でもいろいろ考えてやってたので、なんか自分の中ではなんか大丈夫かなっていうのは、うん、ありましたね。ありがとうございます。まあ、高橋投手、まあ、登板数としてはね、はい、そんな数多く投げてなかったかもしれないですけど、なんかこう、得たものとか、この大会を通じて、まさにダルビッシュ投手のこうね、はい、その角度だったりとか あったかもしれないですけど、ありました。東京ラウンドでしか投げてないんですけど、しっかり大会前からまっすぐで勝負したいということを言ってて、しっかりそこはまっすぐで空振りも取れましたし、三振も取れましたし、そこら辺はいい経験になったかなというのは思います。はい。はい、中村選手、決勝のね、はい、2月アウト、はい、大谷、トラウト、はい、中村っていう、まあ、僕なんかしかありえないこの状況がね、あったわけですよ。この虎の夜間練習一緒にやってた、あの中村が、ね、長尺バットを使って練習した中村が、あそこにね、座ってるっていう、まあ、なんかこう見ててこうすごいなって思いながら見てたんですけど、どういう心理？それは僕も本当に、トラウトいて、大谷が投げてて、俺かいって、すごいあったんです、あって、うん、まあ、でもやっぱり翔平も顔つきがもう真剣な表情だったし、なんとかどうやったら抑えれるかなっていう一心で最後三振取れましたけど、まあ、本当に夢のようなね、ひとときだったし、またああいう風な翔平とトラウトが対戦するっていう漫画のような世界にこう受け入れたってことは、まあ、本当に自分の野球人生においてもこうもないことですし、素晴らしい経験だったかなとは思いました。じゃあ最後に、今回の優勝で、まあ、活躍をね、皆さんの活躍を見た子供たちが、まあ、3年後ね、当然さっき話しましたけど、3年後またね、優勝目指してやってもらえると思うんですけど、まあ、10年後、20年後に多分活躍してくれる子供たちがね、出てくるはずなんですよ。君たちの、ね、優勝を見て、そういうまた活躍してくれるであろう子供たちにね、一言いただいて終わりにできればなと思いますので。まずは応援ありがとうございました。まあ、本当に野球って楽しいスポーツですし、野球は楽しいままずっと続けてもらって、また、頑張ってください。以上です。はい、応援ありがとうございました。楽しく野球頑張ってください。以上です。はい、応援ありがとうございました。僕たちもこの大会を通じてまた野球の楽しさを、知れました。今、少年野球とかで頑張っている子どもたちは、野球楽しいと思うんですけど、仲間さんも言った通りこれからもずっと、野球を愛して、頑張ってください。応援ありがとうございました。実際、僕がこう小学校4年生の時に、ダルビッシュさんが最後ね、こう優勝投手で見てたシーンに、また僕らもこうしてね、プロ野球選手になって立ち会えたので、すごい夢があると思いますし、僕もまだまだ長く野球を続けて、常にこう
日の丸を背負って戦えるように頑張りますので、これからも一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい、皆さんね、これからね、シーズン開幕していきますんでね、そっちの方でもね、当然3連覇ということをね、目指してやってもらえると思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。よいしょ。想像通りっす。あの感じ。テレビは10台ぐらいもしてる。ステーキ食べながら寝てました。おー、寝たら多分遅刻すると思った。確かにね、遅刻癖はね、あるね、ちょっとね、さすがにちょっとね、え、さっき長袖じゃなかった？